留学の一番の思い出は留学先でオーケストラに入ったことです。小さい頃からバイオリンをやっていて、留学先でもバイオリンを使っていろんな演奏をしてみたいと思ったので、日本から自分のバイオリンを持っていきました。オーケストラのクラスを1年間取って演奏しました。演奏を通していろいろな人と交流することができました。一番の思い出は現地の学生と一緒にソーラン節を踊ったことです。最初は人が集まらなかったり息が合わなかったりしましたが、お互いに声を掛け合って自分たちで録画をしながら練習を続け、本番一人一人抜けることなくいい演技ができたことが一番の思い出です。留学する前までのアメリカのイメージと実際に現地に行った時のアメリカの文化の違いを学んだことです。留学する前は SNS やアメリカ人の友達を通してアメリカのことを知ったつもりでいましたが、実際に行くとそこには大きな違いがあり、実際に現地に行ってみるという大切さに気がつきました。状況環境は与えられるものではなく、自分で作り変えていくものということです。トイレットペーパーすら一人で買いに行けない状況に初めて置かれて、自分からアクションを起こすことの大切さを知りました。そして自分から行動することで周囲を変えていけるということを学びました。学生時代にできる貴重な経験の一つだと思うので、頑張ってみてください。迷った時は勇気がいる方を選ぶ。